やっほー、ズンダモンなのだ。どうも四国メタンです。メタン、難しい顔をしてどうしたのだ。今日は博物館で特別展示のイベントがあって、隣町まで行ってみたのよ。そこには昔オオホホジロザメっていう巨大なサメの模型があったんだけど、すごく大きくて圧倒されてしまったのよね。それはきっとメガロドンという大昔に存在したサメの仲間なのだ。すでに絶滅しているけど、生息した当時は最強の生物だったと言われている。それが本当ならすごい話だけど、天敵とかはいなかったのかしら。じゃあ今日はメガロドンの生態とライバルになり得る生物について紹介しよう。メガロドンは約2300万年前から360万年前まで生息したと言われているサメなのだ。昔オオホホジロザメというのは日本での呼び名で、正式な学名についてはまだ付けられていない。現在は便宜上オトドゥスメガロドンとされていて、一般的にはメガロドンと呼ばれている。つまりまだ研究途中で詳しいことは分かっていないサメなのね。メガロドンは歯の化石などが発見されたことでその存在が明らかとなっている。しかし全身骨格の化石などは発見されていないため、研究も難航しているのだ。サメって軟骨魚類で骨が柔らかいから化石として残らないって聞いたことがあるわ。歯とか顎は軟骨ではなかったからちゃんと化石として残っているのね。じゃあ詳しい大きさとかも全然わからないのかしら。歯の大きさから分析することも不可能ではないけど、その精度はかなり低くて曖昧なのだ。全長についても研究者によっては10から20メートルくらいと幅広く意見が分かれている。さらに40メートル以上はあったと主張する人もいて、こちらも謎に包まれたままとなっているのだ。さすがに歯だけで全体像を把握するのは無理がありすぎるものね。だけど最低でも10メートル以上あったということは共通認識として間違いなさそうだわ。私が隣町で見た模型もそれくらいの大きさで作られていたしね。研究者の主張をまとめて平均値を出した結果、ウバザメやジンベイザメに近いと結論付けられた。ちなみにウバザメの体長は約12メートルで、ジンベイザメはおよそ20メートルあるのだ。目安として挙げられた動物の体格差も結構大きくて参考にしづらいわね。ただ顎が非常に発達しており、獲物を骨ごと噛み砕いていたのは事実だろう。メガロドンは世界中の海に生息していて、アザラシなどの怪獣やウミガメを捕食していた。そして小柄のクジラさえもターゲットにしていたと考えられている。歯の化石だけを頼りに餌の情報まで分かってしまうのかしら。同時期に生息したとされるクジラの化石にメガロドンの歯型がいくつも残っているのだ。歯の化石さえあれば歯型の照合はできるから、こちらはかなり有力な手がかりとされている。小型とはいえクジラの仲間ならやっぱり体も大きいはずよね。そんな獲物を狩れるのだから、メガロドンの攻撃力は相当なものだわ。また歯による傷跡は獲物の胸部や腹部に集中しており、これはメガロドンが相手を襲う際に心臓や臓器といった急所を狙っていることを表している。ただ大きいだけじゃなく冷静な判断もできるなんて本当に恐ろしい生物だったのね。こんなサメが何匹もいたらさすがの恐竜も生きるのが大変だったでしょうね。メタン、それはちょっと違うのだ。メガロドンは恐竜が絶滅した後に登場しており、両者に接点はないとされている。巨大なサメって聞いたからつい恐竜みたいな生き物を想像していたわ。でもそうなるとメガロドンは具体的にどんな時代を生きていたのかしら。じゃあ次はその辺について詳しく見ていこう。地球の歴史を紐解く上で欠かせない基準の一つに地質時代というものがある。確か地層を研究することで得た情報から歴史を区分する方法のことよね。研究者は地質時代を共通の基準と定めた上で様々な年代の出来事を研究している。それによると地球は今から約46億年前に誕生し、40億年前に初めて生物が誕生しているのだ。それからいろいろあって5億7000万年前には生物が一斉に多様化していくようになる。これが古生代の始まりと言われており、カンブリア紀からペルム紀までが古生代として区分されているのだ。その後は恐竜の時代がやってきて中生代と呼ばれているのよね。中生代は2億5000万年前からとされていて、もちろん恐竜が繁栄した時代ではあるけれど、その他にも様々な変化が見られている。ちなみに中生代には三畳紀、ジュラ紀、それに白亜紀が含まれているのだ。ただ今回の動画では分かりやすさを重視しているから、中生代は恐竜の時代程度の認識で大丈夫なのだ。今回の解説で重要なのはここから先の時代というわけね。
恐竜絶滅から現代までの時代は新生代と呼ばれている。そして新生代も他の時代と同じように細かく区分されているのだ。ちなみに新生代は第三期とも呼ばれていて、そこからさらに細分化されている。第三期ってことはその前に2つの段階があったってことかしら。その通りなのだ。世界で初めてその区分を明らかにしたのはイタリアの地質学者ジョバンニ・アルドゥイノだ。彼の主張する第一期は先カンブリア時代のことで、生物が多様化した時代を始まりとしている。それから恐竜の絶滅までを第二期とし、その先を第三期と規定したのだ。なんか分け方がざっくりしているというか、第二期だけかなり長いように思えてしまうわ。多くの研究者がメタンと同じことを考え、現代ではその内容が少し変更されている。その結果第三期は古第三期と新第三期という2つのカテゴリーに分けて考えられているのだ。また新しい言葉が出てきたわ。それぞれのカテゴリーではどんな変化が起きていたの？最初に訪れた古第三期は6600万年前から2300万年前までを区切りにしている。基本的には地球全体が温暖化しており、熱帯から亜熱帯気候だったと言われているのだ。そのため各地に熱帯雨林が広がり、様々な生態系が存在していた。恐竜と共に壊滅的な状態に陥ったけど、その後は豊かな自然環境が戻ってきたのね。また当時の地球では温暖化と寒冷化が交互に起こり、3400万年前には南極で氷河が発達しているのだ。現在でも南極大陸を形成している氷河はこの時代に作られたものだとされている。また植物の世界では被子植物が爆発的に繁殖し、その多様性を広げていった時代でもあるのだ。さらに僕たちの祖先と呼べる哺乳類も古第三期から勢力を拡大している。恐竜がいた時代から哺乳類も存在していたけど、あまりに小さくて天敵が多かったのよね。確かに中生代に存在した哺乳類は現在でいうネズミのような姿だった。巨大生物に囲まれた時代において、なぜ哺乳類も体を大きく進化させなかったのか、そんな疑問を抱く人も多いと思うけど、実は体が小さくてどこにでも隠れられたからこそ環境の変化に耐えて生き残れたという説があるのだ。確かに恐竜のように巨大化してしまうと身を隠す場所なんてほぼなくなってしまうわ。一説には地球が急激に寒冷化したせいで恐竜は絶滅したって言われているけど、森に身を隠したところで寒波を回避することなんてできないものね。このように外敵の多くが絶滅した世界の中で、哺乳類は逆にどんどん繁栄していくことになる。それまで小さかった体も徐々に大きくなり始め、より多様化し始めるのも古代三期の特徴といえるのだ。じゃあ現代に存在する動物たちの祖先も実は古代三期に誕生しているのかしら。その通りなのだ。現存する動物たちのルーツと考えられる生物の化石がこの時代の地層でたくさん見つかっている。具体的にはネコ科や犬科などの肉食動物やネズミなどが属する齧歯類、牛などに代表されるグーテイ類や馬などの奇蹄類、そしてクジラの祖先もこの時代に存在しているのだ。本当にすごい数の哺乳類が一斉に誕生した時代だったのね。この他にもサイやバクなど様々な動物の祖先が古代三期には生息していた。例えばメソヒックスという動物は馬の祖先とされ、およそ5500万年前に登場したと言われている。現代の馬よりも足が短く、全長は1メートルほどと実に小柄だったのだ。大型犬と同じくらいの大きさの馬なんてちょっと見たことがないわ。昔の動物といえば巨大な姿ばかり想像してしまうけど、やっぱり新生代に入ると生態系も一変しているのね。次に紹介するホプロフォネウスも体長は1メートルほどしかない猫のような動物だ。外見も巨大な猫のようだけど、体の柔軟性は低くがっしりしていたらしい。小柄ながら体重160キロある個体もいたとのことで、その筋肉量は相当なものだったのだ。まるで小さな虎みたいね。また現代では巨大な動物の代表格であるゾウも古代三期では信じられないくらいに小柄なのだ。モエリテリウムという動物は全長が2メートル、体重200キロでゾウの近縁種だと言われている。ちなみに近縁種とは直接的な先祖ではないけれど、進化の途中で分岐したかなり近い存在という意味だ。この場合は厳密にはゾウではないけれど似たような動物だってことね。モエリテリウムの外見はどちらかというと豚に近い。そして鼻もゾウほど長くはなく、顔の前に少し垂れ下がっている程度だったのだ。ゾウはそんな状態から時間をかけて鼻を伸ばしていき、現代の姿を手に入れたのね。もちろん小型の生物ばかりではなく、ちょっと大型の動物も生息していたのだ。パラケラテリウムという動物はサイの仲間だけど、
全長 7.4m、全高 4.8m とかなり大柄だ。それに体重は20トンほどもあり、これまで紹介した動物の中では一番大きい。でもそれくらいの大きさならアフリカゾウと同じくらいよね。確かにアフリカゾウは現代において陸上生物で最大種と言われているけど、やっぱり恐竜と比べてしまうと足元にも及ばない感じがするわ。それだけ古代産期の動物たちは小柄な種類が多く、そうした動物が生態系を構築していたのだ。ちなみにパラケラテリウムはサイの仲間だけど、首が前方に2メートルほど伸びている。博物館などで骨格標本を見ると、どこか首の長い恐竜を見ている気分になるのだ。現代のサイをイメージしてから見ると頭が混乱しそうになるわね。さらに鳥類へ目を向けてみると、こちらも古代産期に多様化していることがわかる。でも鳥類って確か一つ前の中世代には存在していたのよね。メタンの言う通りなのだ。だけど鳥類に関しては古代産期において本格的に多様化することになる。他にも空を飛ぶ動物にはコウモリがいるけど、彼らも同じ時代に多様な進化を行っているのだ。古代産期はそれまでの生態系を一掃し、新しい世界が誕生した瞬間でもあったのね。ちなみに古代産期では存在していたけど、途中で絶滅してしまった動物も多く存在するのだ。中でも代表的な動物にはディアトリマが挙げられる。ディアトリマはダチョウに似た二足歩行の鳥類だけど、その生態に恐竜の特徴を残しているため、鳥鳥類というカテゴリーに区分されているのだ。ちなみにディアトリマの体高は2メートル、体重は200キロとそこまで巨大ではない。だけどやっぱりこの時代の動物はどこかに恐竜の面影を残しているものなのね。新大産期は2300万年前から258万年前までを指し、温暖な気候から徐々に寒冷化が始まる時代だった。古代産期から登場した動物たちは進化を繰り返、徐々に現代の姿へと近づいていく。そして鹿や牛の近縁種が次々と登場し、よりバラエティ豊かになっていくのだ。現存している動物たちというのはこんなにも長い年月をかけて進化してきたのね。他にもキリンの祖先も登場したけど、この時代のキリンは首がとても短い。彼らもまた進化を繰り返しながら、あの長い首を獲得しているのだ。またこの時代で一番重要な出来事といえば、やはり人間の祖先が登場したことだと思う。いわゆる人科の動物が誕生したのは、諸説ある中でおよそ500万年前とされている。最初の人科動物といえば、やっぱりアウストラロピテクスよね。人類の歴史は新大産期から始まったんだわ。そして今回の主役であるメガロドンもこの時代を生きた生物なのだ。メガロドンは大昔のサメだけど、人類と同じ時代を生きたことになるのね。だけどメガロドンは時代の変化に適応できず、新大産期で絶滅してしまう。その原因は海水温の低下に伴い、餌となるクジラが低温水域まで逃げたからなのだ。サメはクジラと違って寒さに弱かったのね。そもそもクジラは高温動物なのに対し、サメは変温動物なのだ。体温が一定に保たれているクジラは水温の低い海域でも活動に適した体温を維持できる。ところがサメは周囲の水温と体温が近づいてしまい、低体温に陥って生命活動が維持できなくなってしまう。だから餌を求めてどこまでも泳ぐことができず、得て絶滅してしまったと考えられている。いくら獰猛なメガロドンでも獲物がいなければ狩りなんてできないわ。他にも多くの動植物が栄枯盛衰を繰り返し、やがて時代は第4期へと突入するのだ。ちなみに第4期とは人類の誕生から現代までを一つの区切りにしている。つまりそれだけ人類の存在が地球にとって重大な意味を持っていたのね。この時代は極寒の氷河期から始まっていて、人間は知恵を使って生き残ってきた。極寒の世界ではどんな動物でも生命を維持することは大変だわ。人間はどれだけ長い間寒さに耐えてきたのかしら。実は氷河期というのは寒いばかりではなく、寒冷期と温暖期が交互にやってくるものなのだ。じゃあ冬と春を繰り返すって感じかしら。ずっと寒いわけじゃないなら、むしろ過ごしやすかったのかもしれないわ。いや、決してそんなことはないのだ。なぜなら温度差が極端すぎて、急激な温度変化に対応しなくてはいけなかった。それに海面の高さが乱高下したり、凍った土壌が崩壊を繰り返す現象が繰り返され、まさに天変地異ともいえる環境の中を生き残らなくてはいけなかったのだ。人間を含め現存する生物はそうした困難の生き残りともいえるのね。地球の歴史についてはよくわかったわ。
それにメガロドンは活躍した新第3期は小型の動物が多く存在していたことも意外だった。これなら体長10メートルほどのメガロドンでも海中では最強になり得たわけよね。凶暴性と貪欲さから圧倒的な実力を誇るメガロドンに天敵は存在しないのか。この問題を考えた時、ライバルとなり得る動物が6種存在するのだ。次はそれらの動物について考察していこう。まずはジゴフィゼターバロライだ。何かの呪文かしら。いや、これでも立派な動物の名前なのだ。とはいえその化石が見つかったのは2016年と新しく、その詳細についてはほとんど分かっていない。ただ外見がシャチやマッコウクジラに似ていると研究者たちは語っている。仮にそうした動物に似ているとしたら体長はそれほど大きくないんじゃないの。メタンの言う通りバロライの全長はおよそ6メートルと見られている。個体によっては10メートルを超えるメガロドンには遠く及ばない大きさなのだ。だけど見つかっている歯の化石は相当鋭く、またメガロドンに負けないほど獰猛だと言われている。生息していたのは1100万年前から700万年前であり、メガロドンと同じ時代を生きていたことになるのだ。じゃあもしかしたらどこかの海域で本当にバチバチやり合っていたかもしれないわね。またバロライの頭蓋骨は左右で形が異なっていて、超音波をより効率よく受信していたと見られている。彼らは自分で超音波を発して周囲を探るエコーロケーションというスキルを持っているのだ。それってイルカやコウモリがよく使う方法よね。バロライはこのスキルを使って大型動物を捕食していたと考えられている。そうした獲物の中にメガロドンがいたとしても決して不思議ではないのだ。ハンターをターゲットにするハンターがいるなんて本当に恐ろしい世界だわ。2番目に紹介するアウロフィゼターも恐ろしさで言えばメガロドンに負けないのだ。彼らもまたマッコウクジラほどの大きさがあり、全長はおよそ6メートルほどだ。いくらライバル候補でもメガロドンと対峙するとやっぱり見劣りしてしまうわよね。アウロフィゼターは歯を持つクジラの近縁しながら、その性格はやはり凶暴だった。単体でもかなりの攻撃力を秘めていたが、彼らの恐ろしさは集団戦法にあったと言われている。つまり仲間同士が結託して集団で獲物に襲いかかったってことね。そこまで凶暴な集団に絡まれたらさすがのメガロドンでも無傷では済まないわ。だからこそライバル候補としてここに名前が挙がっているのね。アウロフィゼターのように十分な攻撃力を持ちながら集団行動を行う動物はかなり珍しい。現代でもシャチなどが同じような行動をとり高い知能を有していると分析されているのだ。つまり2300万年前に登場したアウロフィゼターはそんな大昔から高い知能を持っていたのね。それを聞いただけでも彼らの恐ろしさに背筋が凍りついてしまいそうになるわ。3番目のブリグモフィセターシゲンシスもやはりマッコウクジラによく似ているとされている。なんだか似たような名前が多いけど、ブリグモもメガロドンよりは小さいのかしら。その全長は7メートルほどで、先ほどの2種よりは少しだけ大きいのだ。およそ1300万年前に生息してたとされており、クジラの仲間でありながら鋭い歯で獲物を仕留める凶暴な動物だ。しかもこの種類は日本近海にも生息しており、シガマッコウクジラという和名までつけられている。シガってことはまさか琵琶湖にこんな大きなクジラがいたの。シガマッコウクジラのシガは滋賀県のことではないのだ。長野県にかつて存在したシガ村で化石が見つかり、この和名がつけられている。また学名であるブリグモフィセターシゲンシスは噛みつくマッコウクジラという意味があり、下顎だけではなく上顎にも鋭い牙が生えていることが大きな特徴となっているのだ。上下の牙を獲物に突き立てることで確実に仕留めていたってことね。噛みつくマッコウクジラという名前は決して伊達ではないってことなのだ。彼らもまた魚やイカなどを捕食し、時にはアザラシや小型のクジラなども餌としていた。だからそのラインナップにメガロドンがいたとしても決して不思議なことではない。あとは狙うかどうかって話だけど、やっぱり餌になり得るなら襲いかかるんでしょうね。でもそんな恐ろしいクジラの化石が日本で見つかるなんて不思議な感じがするわ。もっと太平洋の中央くらいの広い海域に生息しているイメージがあるのよね。それに長野県といえば海がないことで有名だけど、そこからクジラの化石が発見されるってどうしてなの？その答えはとても簡単で、昔は長野県にも海があったからだ。もっと正確に言うと日本列島全体が海の底に沈んでいた時代があるのだ。日本が沈んでいたってちょっとインパクトが強すぎるわ。当時の地球は今よりもずっと暑くて、南極の氷河も成長が停滞していた。
こうなると海水が増えて海面が高くなるため、日本列島を含む多くの陸地が海の底に沈んでいたというわけなのだ。クジラ類の動物は暖かい海域を好む傾向にあり、日本近海にもたくさん生息していた。陸地が沈んで広大な海が広がっていたことも彼らを呼び込む大きな要因となっていたのね。4番目に紹介するのはランフォスクスで、これはクジラではなく巨大なワニの仲間なのだ。現代でいう南アジアに生息していたとされ、その全長は20メートルにも及ぶ。あらら、急にメガロドンを超えるライバルが現れたわ。しかも全長20メートルってメガロドンの倍以上あるじゃない。さすがにここまで体格差があったらメガロドンでもやられてしまうわよね。いや、その心配はないのだ。実はランフォスクスの研究が進む中で、全長は20メートルもなかったことが明らかになった。現在では大きい個体でも11メートルほどに修正されている。本当はメガロドンと同じくらいの大きさだったのね。なぜ間違えた情報が発表されたのかというと、発見されたランフォスクスの化石は歯と頭蓋骨だけで、体の化石は見つかっていなかったのだ。だから研究者たちは存在する化石を頼りに体の大きさを計算して推測しただけに過ぎない。正確な情報ではないため、後で大幅な訂正が必要になったわけなのだ。やっぱり化石から全体像を知るというのはかなり難しいことなんだわ。体格にそれほど大きな差がないとはいえ、ワニの仲間であるランフォスクスは強敵と言えるのだ。彼らは普段から魚を好んで食べていたとされ、海中での狩りにも慣れている。いくら自在に泳ぎ回れるメガロドンでも、場合によっては捕食されることだってあるだろう。まさに最強のメガロドンを脅かす最強の相手ってことね。5番目に紹介するのはリバイアタン、メルビレイで、体長20メートルを誇るクジラの仲間なのだ。もちろんこちらは分析の不備などはなく、本当にメガロドンよりも巨大な動物である。学名のリバイアタンは旧約聖書に登場する怪物リバイアさんが由来となっている。リバイアさんってゲームやアニメの世界では海の覇者として有名なキャラクターよね。それが名前の由来になっているということは、メルビレイもかなりの実力者なのかしら。もちろんその通りで、生息していた1300万年前頃ではメガロドンと生態系の頂点を競い合っていたくらいだ。どちらも天敵が存在しない最強の存在だから、争いが起きればただでは済まなかったはずなのだ。しかも同じ時代を生きた両者は生息海域までほとんど一致している。つまり生き残りをかけた熾烈な争いが実際に何度も繰り広げられていたので、もしかして発見された化石にはメガロドンの歯型が残されたりしているの？いや、メルビレイの化石は頭蓋骨の一部とした顎、それに舶来しか見つかっていないのだ。しかも発見されたのは2008年と比較的新しく、やはりこちらも詳しい生態などは分かっていない。だけど巨大な顎に並ぶ歯は30センチを超えていて、これは肉食動物の中で最大級の長さと言われている。20メートルの怪物が巨大な顎で襲ってくるなんて、ひどい悪夢を見ているようだわ。海洋生物が襲いかかってくるシーンといえば、映画作品のジョーズが挙げられる。巨大なサメが人間を襲うシーンが有名だけど、そのモデルとなったホホジロザメの全長はおよそ3から5メートルだ。それだけでも十分なインパクトがあるけど、メルビレイはその4倍大きいってことになるのよね。そんな怪物に襲撃なんてされたら、抵抗する気力も湧いてこなくなるわ。そこまで巨大で好戦的なクジラが相手なら、メガロドンなんてひとたまりもないじゃない。ところがそうとも限らないのが面白いところで、体が大きいほど小回りが効かなくなり、打たれ弱い腹部ががら空きになるという弱点がある。もちろんメルビレイもこの法則からは逃れられず、小回りという点ではメガロドンに太刀打ちできない。そしてメガロドンは真下から突き上げるという狩りの方法を得意としているのだ。相手の隙を突くことで体格差によるハンデを少なくし、より確実に仕留めることが可能となるのね。メガロドンにとってはメルビレイこそ最強最悪の天敵なのかもしれないのだ。そして最後に紹介するのはモササウルスだ。あら、急に恐竜っぽい相手が登場したわね。メタンの感想も間違いではないのだ。モササウルスが生息していたのは今からおよそ7000万年前のことで、恐竜たちと同じ時代を生きていたことになる。じゃあメガロドンとは出会ったこともないのね。それなのにどうしてライバルとして名前が挙がっているのかしら。実はメガロドンのライバルについて議論が起こると、必ずモササウルスの名前が挙がるのだ。なぜならモササウルスもまた全長15メートルほどの肉食性海洋生物だった。
白亜紀の海においてもササウルスの敵は存在せず、生態系の頂点に君臨していたのだ。時代は違っていてもその存在感はメガロドンにも匹敵する凄みがある。立場的にはメガロドンと同等って感じね。彼らは恐竜ではなく海生爬虫類に分類されており、体の形状も独特な構造になっている。円筒形の胴体にワニのような頭部がくっつき、翼のようなヒレを4枚と巨大な尾びれを持っているのだ。話だけ聞いているとただの化け物みたいだわ。でも海中ではとても有利な構造になっていて、きっとものすごい速さで動けたんでしょうね。もしも同じ時代で両者が出会っていたら、どちらかが絶滅するまで競い合ったのかしら。その可能性が十分に高いからこそ、時代の縛りを超えてメガロドンのライバルにモササウルスが選ばれてしまうのだ。今となってはどちらが最強だったのか調べる方法も残されてはいないけど、実際に戦ったらどんな勝負になるのかちょっと見てみたかったわ。というわけでメガロドンの生態と天敵については以上で解説を終わるのだ。恐竜が絶滅した以降の地球では比較的小柄な生物が生態系の中心となっていたので、だからこそメガロドンは縦横無尽に活躍してライバルもほとんどいなかったんだわ。だけど強敵と呼べる動物はいくつか存在し、時にメガロドンを苦しめてきたのだ。そうした戦いの果てに絶滅してしまったことに自然界の厳しさを感じてしまうのよね。今回の解説はここまでなのだ。ご視聴ありがとうございました。